ちょっとファーストセットやるかもしれないし、いじめられるだけだと思う。いや、間違いないけども、ノーディスプレイ切れてるからね。確かに。この温まってる状態の T シャツのせいで俺をやらっている。これ多分、ね、このコード場で。この流れは、撮影が有利な流れだから。確かに。温まって強いって危ないからね。そうそう。乾かしてる状態だから、ね。いやー、これ無理でしょう。その間の耳が真っ赤というね。いや、マジ緊張ですよ。あの、イノでもう、カイジのグニャーっていう状態になって。こんだけ負けたから。いや、でも本当にうまかった、さっきのイノ方が。うまかったね。はい。巧妙、はい。本当にうまかった。はい。ここえ、普段はおう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 。え、おうって言ったことないんだ。あ、まあ、なかなか強かったよ。井上さん、それ捏造系なの？ごめんね。模造系。模造系。模造系。おい、ちょっと待て。今、ノーディスさんのツイッターが荒ぶってるらしいぞ。まさか。ノーディスさんのツイッターが。ラグイって言ってるらしいぞ、こいつ。マジか。ノーディスさんが荒ぶってるらしいぞ。ラグイらしいぞ。はーい。サトゥさん、サトゥさん、サトゥさん、負けたらラグイって言ったら。サトゥさん、ラグイって言われたやつに負けては。無理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 。あれ入った。荒ぶってる。まあ、いいでしょ、これ。あ、ちょっと待って、なんかギルティー関係ない話もちょっとあるんですけど、はい、ちょっと二人帰ろそうになっちゃうんですけど、はい、これ、これ行ってもいいか。マジか。これ行ってもいいか。こっちは僕が行くの？こっちはフランス、フランスかな？フランス行くここまでなってるけど。あ、ロンドンじゃん、決定的に。あ、そうですね。ごめん。あ、そう、今日、フランス行く。で、こうして、あれ、まだ奪えない。移動して、いや、奪えたはず。マジか。あさすがにラグイ言われたら負けられないな。なんとかなるっしょ。なんとかなるっしょ。なんとかなるっしょ。自腹で行くっしょ。よっしょ。なんだかんだ行くっしょ。よっしょ。なんだかんだ行くっしょ。じゃあもういいスキルティーが終わります。はい、はい、ノーディスプレイさんラグイって言ってらしいんで。あ、そうなんだ。ノーディスじゃない。負けてから行ったのかな。勝ってから行った。試合中に行ったのかな。ちょっと それが気になる。試合中に言うのは大変なんだけど。試合中につぶやくのは無理なんだ。いや、その合間ね。合間。合間に。1-0とかだよ。あ、はいはい。全部負けた後に、いや、流れさん今の流れだって言われても、はい、もう、とか。わぁ。いや、でも、キリサさん本当に強いんで。おい、どうしたどうしたいや、マジだよ。マジ。ま、ここは行ってもいいとこだけど。まあ、まあ、でもいいじゃん。ラグはあるあるじゃん。ラグはあるある対戦だよ。あ、だからロボ会だったのかな。あ、かな。そうかもしんないね。一緒にやったかな。そういうのあるよ。好きに勝負してんだよ、今。ね。いや、この人はいつもいい勝負するんだよ。いやー、なんだ。しょうがない。で、二人とも結構丁寧だから、うん、動きが。すごい試合面白いんですよ。基本負けるけどな、俺。基本キーシャ先生勝てないんですよ。でも、ジョニー結構きつそうに見えるんですけどね、これ。いや、きついですよ、これ。はい。そうですよね。ジョニーがきついね。てか、ジョニー弱くね。ジョニー弱いですよ。誰に行けんの、ジョニーって。え、でもジョニーに行けば一応いるんだ。あ、一応いるの。いや、いないでしょ。え、嘘。いない。AC はいないよ、絶対。え、嘘。まあ、だってまあ、行けてソル。セイソルとスレイヤー行けるっすね。スレイヤーは行けないから、俺、ダメだから。え、スレイヤーは行けない、行けない、行けない。あ、なんか、モゾモゾ。え、昔の話これ。ソル、セイソル、スレイヤー行けんじゃん。あ、まあ、真面目モードだよ。試合中だから今。いや、試合中だから何やってるんですか。え、セイソルいけるっすよね。ただこの組み合わせもすごいジョニーきついんですけど、はい、まあ、ジョニーが画面端で円滑っていう、はい、今やろうとしてるんですけど、はい、ガードとの連携があって、ファーストはそれをゲージがパーさないと絶対抜けれないっていうのが。あ、なるほどなるほど。まあ、状況によっては、まあ、ファーストが何もできずに死ぬこともたまにある。それをできるジョニーズがいないんだよ、コンボが難しすぎて。あ、でもファウストは結構円滑はしやすいやん。マジか。サトゥイがやってみたことあるんだよ。うめえな。まずあんまりジョニーズおいしい。まあ確かに、うん、だな、板前は強えな。板前は必死ですよ。言われてるとこ板前言うてたやん。なんで俺が盛り盛り盛り野郎になってる。盛り野郎になってるんですよ。はい、どうも。ナイスデフォルトエスティフェンス、ナイスセンターだ。あれよく見るんだよなぁ。あれをとっさに出すのもすごい難しいんだ。ちょっとガチャガチャやんないと。あれ、最速ステップになんないんだ。へぇー。何前、後ろ、フォルトエスティフェンス、前みたいな感じ。そう、前、後ろ、前でダッシュ出さんだよ。だから、ガチャガチャって思う。表になった。はいはい。で、後ろの時にディフェンス入れるみたいな感じが。そうそうそう。あ、まあ、結構ね、ガチャってやっても、出ないんだよ。
めっちゃ早くガチャらないと出ないから。だから、まあ、マジでね。普通の人がやったら、もう3回くらい出してきちゃって。ガチャガチャガチャ。はいはいはい。もうそこは33ですよ。グッドタイミング。今出すのね。神の手を持ってるからね。神の手。どうしたのこれ。危なくないこれ。マジで。いらなくない光の号が出てきたときうまい今うまいおーまーうわーあー置いてなかった今オーキャン出てねーくそーあの技オーキャンしないとこのまま着地まで硬直残ってね角半取られちゃう、うん、オーキャンすればバースト読んでみたいなそうなんですよあそこバーストポイントじゃないのよなバーストしたねあこれやばい来るよこれはあーできねーのかよー今のタイミングでそのガーフが成立しかけそうなんでなるほど、なるほど。何も起こらないパターンがある。本当は試合が終わった。勝つとこが来るよとか言ってプレッシャーを上げるから。いやー、このプレッシャーを乗り越えられんようではね。まあまあまあって感じですよ。痛いの当たってる。あー、オーケーハンが出ない。出たけど。あー、やばい。そして、メテオが、ティガの。バーサ使わないんだけど。あーなんだーあーまたあーポイってポイなんな2-0です厳しいな相手が強いな正直相手が強いでもこれきついよさこれ 3-0 で、はい、タチューが、まあ、負けると するじゃんはいあなたの対決確かにえそうなのえでももう俺は1試合取られたらえ？ノーキャラ、ノーキャラだっけ？もう俺はノーディスさんとやらなくていいんですよ。いやいや、その後サチューさんとやる。カラー違えぞ。サチューさんとやる。ああ、そういうこと？そういうことだよ。そういうことだよ。なんか、うまい感じにサチューさんと今日やらない感じ。いや、無理だよ。一番見たいとこそこになっちゃうから。この3-0で負けた場合ね。負けた場合。じゃあ、投げさんの場合はってなっちゃう。そう、投げさんの場合はノーキャラだけなの？このメガネ。メガネは？メガネ。ここは別にいいんじゃないかな。おわー珍しい。ここから。ああ。勝つんだ。勝てよ。やっぱネット対戦は難しいな。普通に残って。逆に、まあ俺のオフライン対戦の時は、まあ、すごいしばし円滑だから。円滑。円滑こんなに難しいから。すぐやりだす。そう。開幕円滑みたいな。まあ可能っちゃ可能だ。お互いが低空ダッシュして、もう遠線が打ても可能だ。もうやばくないほら手元がすげえ忙しいじゃん確かにカタ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 ってでも弱いんだよなこのキャラって感じうまいうまあれいやーできねえマジへーあー繋がってないはい作戦そうだねやっぱりマジでうまいんだなうまいこれは始まらない始まらないしちょっと家庭用ちょっと気になってるっぽいねやっぱりいやー家庭用きついっすおっと。ここでまたとはいえ、そう下から飛び道具がさゆっくり来るじゃんあの飛び道具。あ、まあ、あれ強いですね。あれがすげえ強いね。そういった。またそうだ。さあ、をかけてしまうと走ってくるだろう。走ってくんだろう。走ってこない。走ってこない。ませんでした。配信したけど。早いですね。ラグラグ。運命。でジョニーもステップだから動き遅いからアイテム避けれないんだもんあなるほどね地獄でしかもでかいよねそうしかもでかい結構強いうつびじゃんもうこれ画面入っちゃうマジでーすごいすいませんでした 3-0 か乾杯ですよ乾杯だなよし、うん、大丈夫か大丈夫かちょっとさ数の子もやってみるじゃんやばいっすカズノコもやってみるよいや俺は井上さん行こっかって井上さん井上さんいや俺は別にちょっと待ってますよ ちょっと俺ラグイの無理ですちょっとこれ、上に入れるとできたやつか上に入れるとって上入ってるでしょ家族キャラクター、家族キャラクター時間ある、じゃあ席は
正直負けてほしいなっていうのがちょっと。え、何？いやでも負けると思って。このあ、椅子がな。椅子きちいな、これ。いや、椅子きちいわ、これ。椅子がきちい。ちょ、言うぞ、巻き込む。ちょ、やってるぞ。前、その、まあ、この当時、AC が出てた時に、まあ、清掃ファーストってどうなのっていうのを井上さんに聞いたら、はい、絶対これはもうファーストが有利だから、ああ、私が指摘した、まあ、それは、やっぱり勝ってほしいみたいなこと言ってたんですよ、はいはいはい。で、AC 一番最後に行って、まあ、今、プラス R が出てるんですけど、はい、この、まあ、今出た、直後ぐらいに、はい、やっぱり AC の時は制する有利だったのこれ。あ、じゃあ終わったから言うパターン出た。あつこれきつこの組み合わせって言ってたんで、はい、やっぱりそこは強さを見せてくれると思うんだけど、まあ、有利キャラだもんね、言っても、まあ、僕はギルティで尊敬するプレイヤーの一人にやっぱり井上さん入れてるんで。バカバカバカ。もしかしたら今日次第で今後変わってきますけど、まあ、そこはやっぱり交代する可能性は、そうそう、ね、まあ割とある可能性は。あ、やばい、皆さんバースト読まれてます。おいしい。もしかしたらもう監督アウトをノーディスインみたいな。まあそうですね。まあ井上さんじゃなくて井上になる日も近い。近いですよね。おい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 、なんだよこれ。ノーディスプレイかいこれ本当に。今最初負けそうになってたのに。すげえ。だから勝ったら喋り始めました。いやきちえこいつ。ただやっぱりリーチが全然違うんで、セイソル側が仕掛けないといけないんで、まあ、結構それが、そうなんだよね。つい組み合わせでもあるんですけど、まあ、結構じゃあ、いやー、いい組み合わせ。そうですね、お互い嫌だなって思う組み合わせではあると思います。ただそれを有利って言ったんで、彼は。いや、ゴブス。いや、きついね。そこは背負ってもらえます。きついっす。アイテムきついっす。一回捕まっちゃうと多分こいつ逃げるの大変なんで、あ、切り返しがあんまり切り返しが、なるほどなるほど。その回セイソルは近づくまでが大変なんで、すげえ大変。リーチは短そうですよね、セイソル。本当に短くて、多分ギリティの中で一番短いんじゃないかな。へー、おい足払い。確かに補聴武器ですら長いもんな。長い、ちょっと足長いですよね。割と長い部類に入るから、ね、そう。いや、間違えた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 。強気だな。足だけ短いんだな、違う。補聴武器こいつやるな。いや、読んでる。まあ、これはあ、うまい。やめた方がいいよ、うん、今、ノモキャン配信はどうなるの。無理か、さすがに。あ、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 バックして。まあまあまあ、参戦だから。え、おわ、おわ上、おわ上。あ、一回だけ。おわ上さん。いや、参戦だろ。声細い。3試合選手だろ。はぁってな、やっぱり。はぁって。やっぱ、椅子だなぁ。おい、クリフよっこせよ。ラグくないステージでどこなんだろうね。あるのそんなの。あ、なんかスレイヤー。スレイヤーステージ。ステージはラグイらしい。あ、俺どうした。ラグイだ。どうだ、パソリロだと、なんかラグくないって聞いたけど。どこだろうな。AC だと結構さ、なんか、動くものが少ない場所。ゲーセンの時でもさ、なんか、なぜか、こじゃね、処理落ちしたり。あ、セイソルのステージはやばい。あ、セイソルはやばい。多分めっちゃ噛んでんな、これ。いや、カオスは結構環境いいっすよ。いいですね、本当に。え、環境いいかな。暑いし。え、地震地震、全然関係ない、関係ない。すいませんです。お嬢さんです。やべえ、今のかぶってんじゃん。うん、がっかりなんだけど、まあ、今相手のキーシャさんがかなり丁寧に立ち回るプレイヤーで、はい、清掃とかそういう、まあ、処理するっていうか、まあ、リーチの短い相手を、やばい、これガードできない、まあ、遠距離からチクチクするのがすごい上手いんで、はい、あ、来た、パン来た。投げさんはそういう感じじゃないですか。うーん、僕は自己分析、自己分析するとなんか殴り合っちゃいます。ハウスなのに殴り合っちゃう。あ、かぶった。あれ？こんなに頑張って近づいたのに。あんだけ言っといて。まさか。あんだけ楽しそうだった配信が。あ、ちょっと待って。一気に。ドリキックなしでお願いします。ドリキックなしって弱そうだな。ドリキック。こいつ。さっき俺もやられた、それやられた。確かにやられてましたね、終盤で。最後の最後でバレてます。ああ、これはキーシャさんの大好き連携。
あ、聞いたな。あ、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 これはラグイー。なんでラグイー、ラグイーから。あれ、リーチ変わった。ラノベ、なんでラグイまあ賛成なんだよな、でもこのルール。いや、まだここから、ここから、これ、怒涛の3連勝がね。これ、みんな、もう終わったと思ってるだろうけど、終わってると思ってる。まあ、ちなみに、コネが、まあ、投げさん的には、井上が負けると、相当、まあ、まあ、幻滅で、僕らとオフラインでやった時の、やっぱりチャンパないね。3-0、3-0 だから、このまま。あ、確かに。この3-0、3-0。井上さん頑張ってもいい。頑張ってもいい。井上さん頑張ってくれてもいい。また分からんから。でも、井上負ければ、あれですよ。数の子負ければ、暫定1位です、暫定1位。あ、確かに。確かに。ランキング的には。間接的になんか大なりみたいな。ああ、確かに。さっき追い越したいプレイヤーにあげちゃいましたね。サトゥーさんと数の子に勝った、ノージスさんに勝ったみたいな。マジでやってる。真面目にやってる。こいつは真面目にやるぞ、これ。しゃべんなくなっちゃったね、井上さんね。え、カズノコ、カズノコ配信で、配信で、カズノコ。これ配信で。いや、これ目が、目がマジです、ね、本当に。確かに。いいから。このキャラ。でもやばそう。でもやばそう、結局。あのガンブレイズ、ガンブレイズさ、何読みなんですかね、あれ。何え、AS とかに噛み合わせるんですかね。AS とか、まあ、相手の編成に噛み合わせてカウンターですかね。どうなんですかね。ちょっとでも距離としては遠いっすね。もうちょっと近めに打って、あのドリルとかをガンブレイズで避けるとか、はい、そういうのたまにあるんで。これは。おーい。あー、だって皆さん、目玉かか何そのドヤ顔。さま、サトゥー超えだな。サトゥー超えだな。皆さん、2-1っすよ。サトゥー超えだ。まだあー、ボーダーライン分からせてください、ちょっとこれ、小説再現。いやー、俺、ジョニー無理だと思いますよ。このバージョンは、このバージョンが勝った時に、こっち見ないでいいよ。自分と戦ってて、このバージョンが一番弱いっすか。弱いです。聞いてるから。このバージョンが一番弱いんだ。一番弱いですよ、多分。あ、始まっちゃう、始まっちゃう。今日おしゃれをしちゃったからさ。ちょっと開けた、開けた、開けた。普段こんななんですか？おお、こんなんすか、こんなんすか。ちょっとあれですね。ゴビ野郎です。ゴビ野郎。あー、よく勝利出したね。おい、お前なんてかぶしてんだよ。神か、こいつ。いや、するだろ、するだろ、それ。するだろ。これは井上さんが勝手にはしゃいで、負けちゃうパターンか。確かに。せっかく今、真面目にやったやべえ、駒投げマジ見える。あれ、拾えんの？ああ、タチパンで端は拾えますね。へえ。やっぱもう結構二、はい、人ともあれですね、いろんなキャラのことは知ってるんですね。あ、だいぶ長いことやってるんで。だって持ちキャラじゃないのにキャラゲンしてますもんね。知ってますね。はい、お二人はどうも。まあ結構サブキャラもやっぱ井上とかもそうですし、サブキャラ多く使ってたりとかするんで。なるほどなるほど。まあ勝手に知識は増えていくことは多いですよね。へぇー、ダウン落ち。嘘くせクー投げミスっぽい。バカバカバカ。え、お前ギルティ何やってんだお前は。やってませんけど。やってませんけど。え、ちょっと怖いです。大丈夫なのかな。きつい。井上さんがきついんだけど誰も反応しないっていう。暴れは許さないよ。もういいからやってろよみたいな。ほぉ、サトリコ戻りすぎじゃねえ。これだんだんノージさんを応援したかったよね。そうですね。心の中ではすでに応援してる感じだ。おいえごまかして見えんかこれ。ノーディス、ノーディス、ノーディス。うわぁ、ノーディス。なんで、おい、おい、ノーディス。ノーディス、マジで。ノーディス、マジで。なんで連携怖いわ、この人。これ2-2だから。いや、これで、なんか、これでも、なんか、分かってきた。井上さんのテンションが上がるためにこっちがどんどん温度が下がってってるって。2-2だから、2-2。2-2だな。よし。2-2。いけるいける。頑張れ、頑張れ。変な空気出すな、お前ら。やめろ。一番出すの？そこに一番、なんか、世の空気が流れてる。小学の根源だよ。こいつはマジ強いからさ。やべえ、しゃがむくらい。ちょっとずつ対策を思い出してる感が。結構、清掃の足払いが、打点が低くて、ハウスの牽制とかも
避けてくれるんですよ。ああいう感じで、まあ、なんか低めの自分が低めにいて、まあ、攻撃判定出せる技を危ねこいつ出すと結構めんどくさいんですよね。それを読んだら何するんですかね。しゃがみハイスラーとかそうですか。まあしゃがみパン、まあコパンとかファーストのコパンが結構、はい、いいよ、やってな、まあ、やってていいから、まあ、まあ、そういうので、まあ、発生がちで潰したり、まあ、あとああいう感じでミスると負けちゃうんで、はいはいはい、それ詐欺重ね、きついっすこれ。どれでもいいのか。え、なんで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 、シャガパンかなんかでした、お前。お、押した。うまい。すみません、レバーから手を離した。うまこいつ。バケモンかよ、こいつ。かぐれ。うまい。おー、開いた。まあ、持続重ねは難しいよね。マジか、投げられたか。皆さん、爆弾ね。爆弾基地。どんどん威張ろう。こいつあ、ラッキー、一本気がしたいんだよ。あ、これは来てる。あ、ラッキー。あ、いい中段だった。足払いからしゃがみですよ。最終ラウンド。マーダロ。バーストありありです。マーダロ。これも最後の試合です、これ。ニエス、まあ、タチ K とかで。はいはいはい。あ、それ本当だから。タチ K もいけるんですか、はい、足払い、ニエス、タチ K みたいなバトリングがあるんで。はい。ちなみにキャラゲンだと足払いからやるこいつ、ニエスもう一回足払い、あ、うまい、すげえ読み合ってくる、いいつなぎ、そこらも入る、あ、レベルが、いやもったいね、面白いですよ、ほんとガトリングがいろいろあるってのは、あーやべ、麻酔が、スラボ成功してる、あ、井上さん、これはもうこれ負けたでしょ、お、お、あるバース警戒して、あ、バース警戒しちゃった、バース警戒するだろ、ほんとワンチャンある、パクってワンチャンある、わあちょっと待って、今の審議、審議、相打ちです、お疲れ、うん、頑張ったやるじゃないかこれ。いやちょっとエンジンかかるの、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたつってはい、というわけで、ね、もちょっとまたマイク変えてもらった方がいいかな、はい、そしたらもう結構やってる、もう1時間半やったもん、もう1時間半やってる、1時間半やったもん、結構やったよ、早いね、だから井上さんが一番はしゃいでたよ、でも確かに確かに一番はしゃいでた、はしゃいでねえぞ、面白そうだった、やっぱ面白いなこのゲーム、つか俺 ノーディスだったからね、うん、高まっちまったわ、前入りでさ勝ち攻撃、あ、先生ちょっとこれじゃあ一回これはやめるか、ランクマンは 次で終わりでいくね、この人で終わるか、じゃあこの人でラストにして、うん、これ終わりにしよう、これでしょうか、この人でこの人一回やって終わりにします、じゃあ、はい、とりあえずプレイヤーマッチは、そうっす、俺でいいの、もちろんやれよお前、板前、板前言ってんの俺だけになっちゃったけどね、またファーストだよ、もう板前推しやばいよ、でも名前がファーストだったもん、ね、名前がファーストばっかりじゃないか、ファーストばっかりだよ、ファーストすごい使いやすくていいキャラなんで、使いやすいよね、本当に使いやすい、あ、でも使いやすそうには見えないんだよな、使いやすくはね、そうですね、あ、そこ噛んじゃってるから、噛んじゃってる、大丈夫か、あ、いける、いや、無理なんだけど、これ椅子変える、完全に固まったね、完全に入ってる、ちょっと、まあ、いや、大丈夫だ、このままやろう、スタッフスタッフスタッフ噛んじゃったね、この後の予定は、もういいか、とりあえずコードが噛んじゃって、もうこのカラー投げさないイメージしかないんだけど、いいカラーだね、勝手にドラえもんカラーだと思ってた、やべえ、おいしい、 あ、これはやばい、お便りどうぞか、バロジー読もうか、あれば、そうですね、どこまで読むかこれかな、顔メンバーの皆さん、ゲストの方、お疲れ様です、皆さんは東京をはじめとするさまざまな大会に出場していると思います、そんな皆さんが最も悔しかったときはいつでしょうか、大会に関わらず何本選手などのイベントでもいいです、今年も残り1ヶ月となりましたが、お体にお気をつけください、59歳 OL 過去定年退職前です、もう一回言えたなるほど、すごいな、悔しかった、悔しかった、悔しかった、大きい大会、あ、まあ井上さんと当たったじゃないですか、懐かしいね、懐かしい、あったね、まああれで負けたらすごい悔しかった、ね、ああそうなんだ、しかもその後井上さんがファーストに負けてるからね、確かに、あ、それ結構悔しいですね、いやそこね、ターニングポイントあったんだよ、あ、そうなんだ、人生の、いやできない、攻撃の賞金できないんで、
おいとか言って、いや2位は賞金じゃねえんだ、確かに。あ、そうそう、おいとか言ってなんだっけな、あの、あ、まあいいや、これ後で話すわ。これ多分ギルティーレンしか分かんないからポイントだから、そこが悔しかったな。それは悔しかったね。つまり神の子が次に同じキャラに負けたから悔しかったその状況が、いやもうそれ負けて、まあ、しょうがないと思っちゃった自分が悔しかったって。わかります、なんかいいな、かっこつけて、いやいや、そういうことだね。だってもう負けてもしょうがないかみたいな感じになったのが、あー、なるほどね。じゃあ、あ、じゃあお願いします。じゃあちょっとさ、それにサトゥーさんと、ちょっとサトゥーさんの中をそのスタルを修正しましょう。なんかなんでこんな噛んでるの、え、俺ですかって。え、嘘、多分カズの子なんだ。嘘、はしゃぎすぎたんだ。嘘、え、でも俺座った時はもう噛んでましたすごいな。嘘そ, そんな巻くか普通。そう、なすりつけはやめましょうよ。なすりつけは。例えばなんか悔しかったことある、大会で悔しかった、もう一番悔しかった、一番今まで大会とかで悔しかった、なんだろう的なのは、大会で悔しかったこと、大会じゃなくてもいいみたいだね、10本選手とかそういうイベントごとで悔しかった、結果的に悔しかったのは東撃の初戦敗退した時かな。いつだっけ、010かな、09だよ、09だよ、たぶん 09? ん09だ、10じゃない、10か、10じゃない、ゼロ九の時は10じゃんとか言って、暗号っぽかった。ゼロじゃん、このお便り紹介した方がいいんじゃないですか。あの、うん、これ誰、ラジオネームノーディスさんから。おい、ノーディス、来いよ、お前。僕読んで、読んでもいいです、ちょっと、ノーディスよ。ノーディスさんからのお便りなんですけど、クリフ使いの井上さん、対戦ありがとうございました。かっこ笑い。やっぱ有名な方は強いですね。かっこ笑い。またお願いします。かっこ笑い。だそうです。味方で待ってるぜ、つって。はい。あ、なった、あ、すげえ、池田さん直すの早っ、いや、早いよ、もう、いや、最強だよ、最強つってね、やめよう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 、で、悔しかったことはあ、そっか、それか、初戦敗退ね、うん、どこどこは、あ、俺、うん、俺なんだろうな、そう、賞金うん、まあ、賞金も悔しかったけどなんだろうな、エボとかは、いや、まあ、エボは、まあ、あれはまあ悔しいというか、まあ、まああれはあれだったよね、あんまり前エボ終わったときに理由言ったんだけど、あれはあんま悔しくなかったね。そう、何が悔しかったかな、まあ今日のは悔しかったよね。まあ、まあ、なるほどね、今日だよね、いや、まあ、うん、ノーディスのツイートを見て急に悔しかったね。まあ、だいたい最新の負けが一番悔しいかな、確かにそうだよね、それはあるよね、うん、ノーディさん、いつ味方来ますかね、ノーディさん、ノーディさん、ちょっとノーディさん、10本勝ちぐらい、クリフで、クリフでしょ、クリフでも、あの、キリサさんはクリフ経験積んでるから、あ、でも俺、しかもここで負けたら終わり、いや、大丈夫、最新のバージョンの、うん、やめとこ、じゃあ折れた、俺らでやろうか、はい、次のコーナー、次のコーナー行くよ、じゃあお便り、あ、じゃあ最後、あ、これどうしようかな、じゃあ最後に質問あと2つぐらいなんで読んじゃいますね、鉄拳勢さんから、ゆるき御三家&猫舌さん、こんばんは、こんばんは、と御三家、御三家になってるよくってほどじゃないかもしれませんが、ゆるきギアはブレイブルーより難しいって聞きます、皆さんもそう思われますか、その場合ギルティギアで腕を上げればブレイブルーで上位を狙えると考えていいんでしょうか、だそうです、どうだろうね、ブレイブルー一番やってんの、でも井上でしょ、ん、カズノコだよね、カズノコ、井上どっちで呼べばいいんだ、井上さんって呼んじゃうか、いや俺ブレイブルーの方が難しいと思うね、あ、そう、裸で見たらどっちもどっちだねって思うけど、いや、ブレイブルーは最強に難しいよね、どう難しかった、アラクネとかいるじゃん、うん、だからなんだろう、対策のキャラ対策の重要性を味わわされるよね、あのゲーム、でも逆にそのプレイヤーの強さで、そのなんだろう、絶対勝てないやつとかはいないよね、はい、対策をしっかりやったやつがちゃんと勝てるようなゲームだから、うん、だから俺は、まあ、割と、まあ、確かにそれはあるかも、初心者向けなんじゃないかな、ギルティは逆になんかスピードの展開早かったりとかあるから、うん、まあ結構ちょい単な感じじゃない、難しいとかあるかもな、
ブレイブルーの方が触りやすい。あれ俺最初と言ったこと変わってね。変わってる、だよね、絶対違うよね。ブレイブルーの方が難しいっつって。ブレイブルーの方が対策が必要。対策が必要、うん、ドーンって感じですね。終わりです。あれブレイブルーやったよね。ブレイブルーやったよ、俺やってたの CT だよ。ちょっとドーム、難しい。あんまりブレイブルーはやってないから、まあ、すぐやめちゃったんで、まあ、言えないけど、ギルティはそのコンボを覚えるのが結構大変って聞くけどね。その状況とかキャラによってコンボを変えなきゃいけないとか、いっぱいこうコンボパーツがあるじゃん。それが最初覚えたりとか、あ、真面目なこと言わない。いや、真面目なこと言っていいよ。真面目なこと言っていいよ。とか、それがまあ最初やっぱり難しいけど、まあ、慣れてきたら面白いよねっていう部分だと思うかな。いいこと言うね。そのなんかさ、会社がさ、フェードアウトして終わるのやめてほしいんだけど、言ったのに。確かにキャラゲンは多いかもしれない、ギルティの方が。次行こっか。じゃあ最後の質問かな。あ、質問、うん、まだよかった。最後質問。あ、これじゃないわ。これじゃないわ。これはいいですわ。終わりです。はい、じゃあ対戦しよう。はい、俺らじゃあ誰で。俺はこれを見に来たからね、言うても。言うてもオフラインの撮影さん強いよ。いや、マジ弱いでしょ。どうしてハードル下げに行くの、ちょっと。どうしてハードル下げに行くの。だって円滑結局できないと思う。いや、できるできるできる。じゃあどうぞ、これ結局3人でやる。3人やろう。3人でやるから。負けるやつは飯をおごりたくなってしまうかも、ルールでやろう。あ、おごりたくなっちゃう。なっちゃう、なっちゃうかもしれない。なっちゃうかもしれない。ちょっと井上に怒るのは。まあ、それは2人ともそうだよね。じゃあ3試合選手でしょうか。うん、分かった。じゃあ選手を、うん、じゃあ2位はどうするの。2位は1位はおごってもらう、うん、じゃあ2位は何もなしですか。2位はちょっとおごってもらう。ちょっとおごってもらう。2位はジュースをおごる。ジュースをおごる。1位にジュースをおごる。おごりたくなるかもしれない。おごりたくなるかもしれない。西尾なるかもしれない。ならないかもしれない。あ、じゃあ分かった。じゃあ猫ちゃんも入れよう。俺4人で4位じゃねえか。4人でやる。4位一択じゃねえか。分かった。じゃあ3人でやろう。3人でやろう。じゃあまずここからが、はい、あ、分かった。はい、どこちゃおう。じゃあちょっと3位は飯ね。あ、すいません。3位はね、飯ね。あ、飯のランク決めとく。飯のランク決めとく。いや、そこいいんじゃない。そこいい。あ、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません。これ、圧倒的に不利でしょ、俺。え、キャラ的に。キャラ的に。いやいや、もうジョニーはソル、スレイヤー、セイソルいけるらしい。いけないって、だからあれ。え、昔セイソル。いやー、カズの心の環境ないからな。ソルはね、ソルはいけるよ。あ、ソロはいける。ソロはいける。セイソロはいけない。あ、です。ソロいきますか。あ、です。ちなみに俺の経験から言うと右ユーリス。モニターが近いから。あ、こっちの。モニターずらそうか。どちらでも。いや、ずらしておいしょ。じゃあずらす。あ、ずらす。真ん中にする。こっちずらしてやる。大丈夫かな、移動しちゃって。大丈夫。お、いいよ。ウィッス。そうです。あ、それオッケー。確かに真ん中気味。いつもこれにしたいよね、むしろ。そうだね、いつもこれぐらいやん。対戦、まあ、スペースの問題があるんだ。あ、でもいつもこれでいいか。いつもこれだったらさ、すげえ対戦しやすいよね。そうだね。これにしよう。いや、結構ね、池田さんからも。これよくさ、左とかでやってるじゃん。なんか L1 かな。モニターの近さってよりも角度で距離変わっちゃうんだよね。それじゃない。あ、わかるわかる。そうそう。L1? 池田さんがなんとかしてくれるよ。お寿司だ。あ、それこれ僕が握ったんですよ。俺が言ってきたやつ。俺反応しなくなった。寿司じゃん。いや、俺寿司持ってきたんだよ。なんでしょう。反応しなくなった。反応しなかった。反応しなかった。俺ヘッジには詳しいよ。近しようかな。もうすぐ直すから。あれ？いや、笑っちゃいかん。え、なんで？笑っちゃいかん。あら、ほら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 。ここにボタンがあるんだ。長押ししちゃうと止まっちゃうから。で、もしスタートボタンを押すの嫌だなと思ったら、うん、これ。バイキングモードがあります。バイキングモードね。スタートボタン封印することができます。すげえ。これステージどこでもいい。でございます。まあどこでもいいんじゃない。いやー、ケースケさんがいないとまともにがねえと。だけど。やべえなこれ。ちょっと聞くこれ、あれだね、俺寿司2個持ってないけどさ、2人前持ってきたんだ。やったね。ケースケさん持てたね、1個ね。あ、持てた。アイダンプした。この組み合わせはね、まあ、もちろん
ファーストユニなんですけども、ワンチャンあるよね、円滑がしやすい組み合わせだから一応サチューワンチャンあるみたいな。サチューならゴブだねって感じかな。なるほどね。サチューならゴブじゃねえだろ、これどう見ても。なんかさ、2人対戦しだしたじゃん、うん、カチャカチャうっせえのすげえカチャカチャうっせえの、ね、全然 OK、 全然 OK です。しかも、殺人の場合はおい出たどのボタンからも、あ、じゃあどのボタンからじゃねえ、あとで切り込んでいい、いいよ。あ、そう、なんかリスペクトボタンが邪魔なんですよね、これリスペクトボタン、多分絶対次また落ちる。ほら来た、これです、バースト使うしかないです、ね、はい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 、これどんな状況からも次同じ状況になったら殺人さんは持っていってしまう。なるほどね。これいやー、これは持ってくないでしょ、落としい男やで、持ってきたがり、あ、持ってきたがりなんです。あ、やっちゃった、これやっちゃった。でもレベル2とかじゃないとガフしても今がつながんないから。なるほど、ミストファイナーあるある、はいはいはい、こっちは体が勝手に反応してる。レベル2以上のミストファイナーは超痛いもんね。そうじゃないとコンボが入んないから、うん、こちらちょっと何先にする、3先でございます。 3にする、3にしようか、時間あるから5とかにする。時間あるからおいしい、おーやべ、あー、じゃあその後3にしようか、ちょっと流れで、はい、バシッバシッとなさればいいんですね、バシッと回してください、よかった、3先で、はい、超進行です。メシとジュース下がってますからね、投げさん、耳真っ赤うわー、演歌した、霧を出すと、相手に当たっ、そう、霧が相手にガードされるか、もしくは、ヒットすると、あ、できねえ、霧が相手に、追尾するようになって、ボヤがかかるんだね、そう、相手に。その時だけ、ミストファイナーだけ、ガード不能になるっていう、なんか特殊な技で。いや、イヤ切りみたいなやつね。そうあれがガードになるっていう。その代わり、発生がすごい遅いし、後続もすごい長いから。なんかその特殊な、その連携じゃないと、そうそう、その円滑したっていう状態じゃないと、強制ダウンさせられる円滑で締めないと、あの、重ねることができないんですよね。いや、もう少し静かにやってもらう。いやー、いやー、ファースト邪魔、ファースト邪魔あれ、チビファースト邪魔あれ、時間がなかった。まあ、ちょっとキーコンしていいですか。ああ、そっかそっか、まあ、ファーストがね、かなり多分サトゥさんも変えた方が本当はいいと思うんだよ。いや、でもサトゥが封印したからいいんじゃない。封印したの、封印したの、封印した L1 と L2 は反応する、反応する、それは反応する。え、そこにあんの、んそこに挑発ボタンがある。いや、わかんない、バセルか、どうなんだろうね。まあ、暴発しないようだったら、とりあえずもう戦闘画面いっちゃって、そこで、あ、そこから戻したんですか。あ、キーコンできたんじゃない、多分できると思う。どうやってやんの。でもとりあえずキャラクター選んで、キャラクター選んじゃう。あ、そっか、あそこのスタートからの。とりあえずスタートしてます。マイクの位置がずれてる、ずれてる、口に近づけるよ。こんなんでいいですか。大丈夫、俺も大丈夫ですか。大丈夫、よかったよかった、すいません、だいぶ遠いって言われてたかな。ゲームに集中してたね、やっぱり。そうやな、もうかなりゲームに集中するタイプだね。そう、リスペクトを多分消しちゃえば、消しちゃいましょう、消しちゃうと、あ、大丈夫、なんか変なの消えてなかった、うん、今あの、サチューの自分のカラーとか使えなかったんじゃないかな。カラーか、いや、俺デフォルトのやつだから大丈夫、うん、みんなデフォルト、うん、大丈夫、大丈夫、一回確認しちゃえばいいんだよね。 OK、 一回確認しちゃおう、うん、大丈夫です。そう、リスペクトボタンとかも何も聞かなくなった。どうする、まあ、やり直す、セレクトでやり直しで、はーい、1-0ってことですけどね。まあね、投げさんが1試合取られるとノーディスプレイの方が上という形になりますけど、まあ、そこはやっぱり日々精進なんで、うまっ、そうはファーストだから、いやー、まあ、じゃあ頼む、痛い連携が入ったりするらしいんだけど、おうおう、あ、ダウンしないんだ。そうだ、ダウンしないですよ、そこまでしても、うまい、やばい、ああ、やってね、エイエスがもうきつそうなんだけど、うん、いや、でもあれは前パンで勝ったりするんだ。へえ、マジか、そうそうそう、でそれを見たしゃがみハイスラーかなーって。そう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 、あ、間違えた、すごいよね、ね、まあ、うまい、あんな高速の長い技を振らないといけなかったけどね、マイハイスラー、そう、マイハイスラー、辛そうだね、
うまい。やばいやばいやばい。これもしや、もしや、もしや、これは。そうだ、置き技の相性全部知ってるから、まあ、投げさんも技を出しづらいっぽいんだよね。はいはいはい。でアイテム出して、このアイテムが強いの出たら前に出るんだけど。なあ、差し合いがめっちゃ熱いなこれ。やばいっしょ。ああ打っちゃった。ああ、そう上だった。キャンモレですねこれは。ああ当たった。うまいね、ジャンプレスの使い方が。かけてる。ああなるほど、そういう出会いか。非常にうまい。おお体育。リバイン出ね。出なかったっぽいぞ今。きたー。皆さんのおすすめの漫画これきたー高い今わざとなるほど、ね、終わりです。あーそうおーあのレベルの突きがさ出し方がうまいんだよな突然が。うまっでも置き攻めいけないんだよね。だんだん始めるからね。跳ね返ったらね。休んで。ああ、厳しい。このジャンプエース渋いな。これハンマーとか出て、急にもう一回ジョニーが後ろに戻ったりとか。はいはいはい。ファースト以外にも、ジョニー側のバレてるアイテムを常に把握してないと死んだー痛い声されちゃう。うんなるほどね。1だお1来た。止まったらマイパン。止まったらマイパン。あっ、いや負けちゃったな。いやまあまあ勝てばいい。8パンだったっけ。3円滑の前やっぱオフラインの方がいけるね。別に何だか大事じゃないから。3試合選手すら勝ちだから。あーめちゃめちゃいいポイント。すげえ避けた方したんですけど今。いいですよね。あれ非常にきついから、あれ全部中断です。クラッターは結構痛いな。一応ちょっとだけ減る。爆弾もあったんで。ちょっとだけ減る。あ、爆弾もあったか。繋がっちゃうんで。渋いな。一番いいな。下から来るやつが邪魔だから。いやー出んね。これ取れなかった。おおうまっ、かっこいい。強稼ぎ、時間稼ぎでゲージないんだけど。何ドルキックですよ。これドルキックアバレです。あ、入ってない。あ、かっこいい。間違えたんじゃないか。痛まい痛まい痛まい、レシピ間違えたんじゃないか。痛まいじゃねえかな。おいしくない。あー、もしかしてこれは。いやレシピ間違えてます。3枚落とされる。あれはだから新作用のレシピだから、マジ。なんかいった。なんか落とされていく。なんかいった。落とされていく。いやーマジか。落とされていく。ああもうきついです。目ではあるから画面端行きます。目ではだいたい画面端行っちゃうからな。おお。このか打撃投げみたいな感じがある。そうそうそう。うわすごいノーミス。あれ中断。いや中断じゃないね。あれはフラッグ押しみたいな。そう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 。ハイハイとかよく来るね。おおちょい待ちって。ステップの使い方ほんとうまいよね。確かにアクステ前ステとかお互い激しいのであれば動きが。今ジョニーが結構コイン投げてたけど、あれ10枚しかないから9枚だったな。9枚か10枚、うん、このあれは一応ファーストが強いから、はいはい、これをどこで使うかもしれない。マジか。かすんねー、まじ。あー、かすんない。赤く。あー、マジか。リストより早い。いや、今、打ってないっす。構えてただけです。あー、ごめんなさい。うまいなー、裏回ってる。逆にコイン強いんだけど、レベル2にしたらコインって結構もったいないじゃん。そう。コンボもレベル2は決めやすいし。だからレベル3が微妙。微妙っていうか、コスパが微妙っていうのは聞くけど。そう。だまあ。コイン強いけど当てちゃったらどうしようかなって。やべ。なるほど。
ったいない気もするし、でもこんな体力差ついちゃったらもう打つしかねえし、あれ投げまくるしかないし、寄れませんね、寄れません、うわー、リーチ辛そうだね、寄せつけない投げさんもあっぱれですね、確かにね、バレですね、なんか溜めてるようにしか思えないこの後来る何かが前兆な気がしてしまうまたね、そう出んな今日、危ない、おすげえ、マジか、この槍のりマジ強えな、あーし、対空潰しですね、クッキーとチョコ超先出せね、弱いから、クッキーとチョコ出てる間はクッキーか、クッキーじゃなかったっけ、皆さんドーナツ、ドーナツですか、皆さんドーナツ、ドーナツとチョコをね回収しないと次のアイテムが出せないんで、ドーナツとチョコはマジ出たら、まま、取らない方がいい、またクッキーもらったの、んまたクッキーもらったの、わかんないよ、なんかあれさんがなんかおこがしてた、ね、やばい、クッキーが、いやドーナツ、ドーナツ、やってねえからやべえ、ドーナツなんだよこだわりがあるよね、おお、え伝わらない、あのもあれか、あれか、水止めやつか、そう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 、ミスドミスかかんないから死なない、あ死んだ、かっこいい、皆さんクッキーが、クッキーがちょっと響いた、響いたろ、心に響いたらしいよ、心に響くクッキーがありましたから、ずっとやだってドーナツじゃん、どう見ても、いやいや、ドーナツってるのって感じだね、佐藤さんごめん、後で説教しよう、うわぁ確かに今相当飛びましたね、あーごめん、何もの見てよ、ん見てるの、だから出てようが惜しかったな、もう全部浄化してる、浄化するとゲージがね溜まりやすいんだね、パン関係ねえだうわあ、これかっこいい、うわーすげえ難しいコマで、あーかっこいい、失敗した、かっこいいけどなんか失敗したっぽいね、わかんねえない、マジ、あごめん、わかんねえない、ちゃんのタイミング全部違うから、いやー飛べねえ、そしてここから投げさんの、投げさんの時間か、いやもうクッキーじゃなくてチョコじゃなくてドーナツ、なん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 もうドーナツ、あチョコね、チョコ逆に拾わない方がいい、いいじゃん甘いもので、甘いものでいいじゃん、甘いもので、クッキーとクッキーじゃねえ、ドーナツのところはちょっと性能が違う、違うのあれ、まあ内容、まあどう違うかは知らないんだね、死んだと思ったけどどう違うか覚えてない、残ったか今の、あ削り殺し、まあコイン使うよ、あーあーやばいやばい、違いましたよ、それさっきのに全部使い果たした可能性があるよ、確かに疲れおお今のは削りしかも毒も入って、うわ、まあ、見えなかった、画面端やらさって言ったからもう無理だ、これはきそう、無傷で逃げれないからね、おお助け、こうしてもあー下蹴り、下蹴りです、下この流れですね、いやこれいい勝負、ギリギリファイナルラウンド、あー怖い今の、これねー、あーうまい今出してた、ここきつそう、バラ無傷で出れません、わー重ね見せた、いやーおー呼び勝ってる、ああさらに、あバースト呼びして、いやー無理だね今の、おー打つしかなかった、じゃあサトゥーと、いやいい勝負だったな、そうです、まず先に、はい、じゃあ場所変わります、サトゥーさんと、ダメだガードできねー、まず一歩リードですね、いつぐらいだ、よしまった、まず投げさん一歩リードですね、あれだよこれは、よかったです、ジョニオ杯以来ぐらいじゃない、お弁当10過ぎ、お弁当かもしれない、よし、まあ、リーチしたリーチ、
答えちゃってもこれセイソル有利だからね。なバカな。セイソル有利だから、ね。はい、セイソル有利でいらっしゃるのやろ。井上さん、今回有利な組み合わせでしかリグしないね。何を言っているのやら。あれでしょ、監督あれでしょ、有利だからよだれでしょ、リグ。有利キャラを持つんでしょ。ちょ、ジュースかかってるから俺も一味違うでしょ。一味違う。ただ3人結構ずっと対戦してるんで、お互いの手の内はもう分かってる感じはしますね。なるほど。あとはまあ今日どっちが強いかって感じですね。そうですね、今日どっちが強いかです。危ないっす。のん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 。ジョニーの子もかっこいいな。やっぱなんだあいつ、ジョニーの子もかっこいいっすね。おーい、出た。本当によく実戦でやってるなっていうぐらいの。なんか響くなぁ、昨日の徹夜。いい切られ役だ。あ、やべ、俺ダメだって。この中行った？はい。はいはい、激ムズコンボ。6いっと。あ、投げれない。それは得意です。やべやべ。うわ、展開が。流れ悪い。投げんだろ。あ、トライハーダーってなんだろう。どこですか。メイクはミラクル。後ろの。あ、後ろ、あれ体力差によってなんか、なんか。あ、なるほどなるほど。文字が変わるんですよね。あ、うまくもあるな。一ピーガード。そうだったかな。なんか。いやー、投げれねー。減っていくと。へえ。ミラクル。あ、見てなかった今ちょっと監督見てなかったわ。監督見てなかった。こっち見ないでいいよ。ね。いつもこんなはしゃぎながら、まあまあこんな、まあ、今まだ結構マシな方です。マシな方なんだ。やべえ、終わった。痛そうこれ。あー、あ、痛い。カズノコ回線絞ったか。あ、細切り。これマジきつそう、マジで展開ダメ。いや、きつくないんだよ。ほんま助けが降りきついんだよ。やべ、立つか、マジか。立つの読みの、立つの読みのってなんだよ。立つの読みの、立つの読みはやってないでしょ。やべ、俺は、あ、危ない今の。あ、危ない。あ、ラッキーっぽいの今切られてたけど大丈夫。やべえ、死ぬこれ。あれ皆さん、やばいやばい。あー、打ったか。あ、ロックイット、やべえ。ロックイット怖い、この人。オーケー、オーケー、いやー、よかったね。反応はないわ。いや、うん、お前いいからやれよ。怖いわ、本当に。うかつに乗ると怪我しちゃうんで。清掃久しぶりだと面白いな、マジ。クリフより面白いのに気分かるぞ、これ。完全に今、マグレだったもんな。バースト噛み合いましたみたいな。違う違う。あー、笑わせるから、俺。笑いとか嫌いだから。バレてるな。いや、煙こ。井上さん、本当に展開早くして、その崩すのとかがうまいんで、はい、センソル近づくまでも大変だし、近づいてからもなかなか崩すの難しいんで、ちょっとあんま褒めるのやめようかな。うまいポイントいっぱいあるんですけどね。やべやべ、出てない、アウキャンが。ポイント、ポイント。え、なに？なにこの空気？何この空気？いや、井上さんが作ってるんですよ、この空気。いや、俺が作ってるの、嘘、うん、確かに。あぶねえ、やるねえ、あぶねえ。おい、何だった、リターンねえやろ、ミストファイヤー。あぶねえ。レベル1だと当てても微妙なんで。レベル1ミストファイヤーの悲しさがやばいっすね。そうなんですよね。新作になって、中段、まあ、そのミストファイナーの真ん中に立って打つやつが、はい、相手ダウンするようになってるんで、やる。今日それで起き攻めいけるか、そうですね、攻めれるとかっていうのはあるんですけど、このシリーズだとダウンしないんで。あぶねえ、投げるか、入ってる。いやー、当たれし無理だ。いいゼロかー、カレーやめちゃった。何の曲だよ、それは。やばい、久しぶりに使うと面白いと思うけど。サトゥさん、頑張って、サトゥさん。なんで、サトゥさん井上さんがギルティうまいんだろうな。もうやめろ、もうやめろ。なんか違う人で会ってほしかったわ。やべやべ。やる、え、何リーバル、待って、どうやって
いただき。タッチクレ早い。うわぁ、タッチクレしてるし。ノック1。削り、カードしきれねえから。え？カードしきれねえから。それ、無事かけられなんで俺に言うの？サトゥーさんに言えよ。なんでこっちに言うの？右、右向いて出してくださいね。やるこいつ、うますぎなれば。ああ、うまい。うまい。サトゥーさん、サトゥーさん、これ負けると、やべえ飯が。これ負けると飯が確定しない。やべえ、コンボ違え。やばい、コンボが。コンボ思い切ってる。いやーマジ AC と違う、危ねえ、あっぶねえ、あいい値段だったけど、うわーうわーしゃべる、もう拾えてる、あーピ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 ー、当て投げおいしい忘れてんじゃん、無理だよ、忘れてるに決まってんじゃん、コンボできねえよ、やると座りなじゃあでもね、俺勝率悪いんだよ、いやいやいや無理よそれそれはずるい、残念ながらサトゥーさん飯確定です、フフフ、スロー欲しいな、 ACR でやろう、えもうクリフトやりたくないでしょ、えクリフトやりたくないでしょ、クリフトはやんないよ、おいおいおい聞いたかい聞いたかい、俺さ味方でクリフ使ってる時さ俺だけ下切れ半端ないってからどうなってんだよ、そりゃすごいでしょ、あれどうなってんのおかしくねえと思って、まあ悪役買ってっからね、クリフって超強い、強いらしいじゃないですか、はい、強いっていうかなんか理不尽な技が多いイメージですかね、一発ピオリみたいな、そうですねしょうがないよ、試合かこれ、勝った方飯だから、飯奢ってもらうから、でももうあれだよね、ん俺が飯か、ジュースおごる、ジュースおごるか、ジュースか飯か、ジュースおごるか、もう飯でしょ、もう飯おごりか、飯はもうかくってる、ジュースどっちおごるか、ああ、あ僕井上さんにジュースおごりたいな、まあ、そうプラスかまりやすさがあるね、カフェラお互いふざけ合ってグダって俺巻きそうだけど、頼むぞ、おい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 、ね、これどこのステージなんだろう、それえあこれ清掃、いや井上さん前のステージなんだけど、クリフステージらしい、はぁ、はい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 、当て投げ、当て投げ、嘘、井上さん、いいよいいよ、まさかね、僕プチプレイ苦手だったんですよね、いやいやしまくりだったけど、はいはい、あーたらいが来ない、これどういう組み合わせですか、井上さん、そんな、まあ、あ、当たらなかった、でも多分、いやこれかなりミカドとかの大会とかでは、はい、結構井上が勝ち越してることが、はい、ボーン、多いイメージがあるんですけど、井上さん、AC のたらいは寮調整自分で言ってたよ、思い出して、え、風間有利なんでしょこれ、やべえきちいこの組み合わせ、風間有利なんでしょって、これ言ってたじゃん、バレてるよ、バレちゃってるか、やれよるこいつ、やってないから、おお、よく抜けてる、抜ける、やべえ無理じゃんこれ、いやいけるよ、頑張れ頑張れ、そう井上はあれなんですよね、なんかダッシュの使い方がうまいです、はい、ハウスト戦は特に、マイドリガンってな感じだった、なんか結構よく見ると分かるんですけど、はい、あの走って小パンで触ってることが多い、あ死んでた、ごめん死んでないと思って前ハイやっちゃった、ごめんごめん、小パンで触るとこまで走ってくるところが、なるほどなるほど、なんか他のセーソル使いと違ってすげえなっていうのが、普通だったら飛んじゃうとか、まあ、飛んじゃったりとか、まあ、足払いとか、そう 2S を振ることが多いじゃないですか、はい、だけどこいつは小パンで触りにくってところが、なるほど、小パンだからなんかこれがうまい、そうですね、まあリターンもあったりとか、え、おい攻めで、お前お前それはやばい、心霊で用意してる、井上さん今日のために、今日のために俺勝ってきてるから、うま、すごい確認スラマッシュが当たった、やばい、こいつわざわざ俺のためにそんなネタを、俺はおめえ、俺は許さねえぞ、あれですね、お前クリフファンまでもう近くまで突っ込んでくる、あー嘘だ、エルナンデス、ドクイット、甘えてこない、甘えないよ、あーあーごめん、やってないよ、いいダッシュ、回復していく、
何やっちゃうんですか、チョコレートとなんかドーナツって。体力が回復するのと、テンションバランスが上がるやつだったはずなんだけど、俺もちょっと怪しいですね。テンションバランスって何ですか。まあ、テンションゲージが上がります。テンションゲージが上がる。そういう方がバランスは上がんないんだっけ。バランスとは分かんない。バランスって何ですか。その なんかデンジャーとかつくじゃないですか、たまに、はい、あれはもうテンションバランスがすごい低い状態になるとつくやつで、はい、テンションバランスが高くなるほど、うまい、ゲージの回収量だから、はいはいはい、ちょっと暴れやめてもらっていいですか。今井さん、あのハイタッチの手はどこに行くんですか。こうなっちゃったけど、はいはいはいって、はい、カズノコ君みたいな、ハイタッチの行方が、いや今のうまい。テンションさすがにテンションゲーテンションバランスですね。高いと高いと、いや例えば相手にコンボしてる間にゲージの回収量が増えたりとか、きついなやっぱり。回収量尊敬してるからな、はい、マジで。いやでも俺もねそこまで詳しいわけじゃないんで、その辺はちょっと不安がありますけど、やってるよ。画面は表示されない裏設定、そうですね、はい。こいつ井上さん今日のために用意しました。嘘つけ。嘘です。あ、めちゃバレてるかな、それ昇竜拳だから。うるせえ、こいつだ。バレてるから。井上さん、ダウンバーストします。井上さん、やばいやばいやばい、ごめんなさい。バレてるから。やばい、歌う作曲新曲バレ新曲今のバレてるから。いや、うまい、本当に。いや、そう、本当にうまいんだよね。それがうざいよね。社外だよ。すごい社外だよ。うまいよな、マジで。ちょっと、面白くなってきた、このゲーム。面白くなってきた。テソルに戻るんですか。テソルに戻る。テソルこんな面白かったっけ。高まるな、早いけど。ごめん、嘘ついた。やるね、やるぶり。やっぱギウキとかのダッシュ昇竜ってやべえ、減りそう。ダッシュ完成とか乗るから面白いですよね。おー、いい昇竜、ね、完成つく、ついたりとかするのが多分チップの完成昇竜ってやる。あー、低空昇竜でしたっけ。バレてる。面白いですよね。ダッシュ完成つき低空昇竜打つと画面の半分ぐらい太っていくから半角どうすんのと思って。まあ一応と対策としてちゃんと取れるんですけど、はい、まあとっさにやられたりとかする。わー、投げ返せなかった。まあ無理ですよね。あー、お腹空いてきたな。すげえお腹空いてきた。自分で買ってこい。すげえ。自分で買って。でもこれ俺おごる気分になるだけですよね。いや、なるよ君は。いや、おごったくなっちゃいます。あ、おごったくなっちゃいます。あ、そのなっちゃうかもしれないな。ぶちまけるぞ。俺のやつ。俺こんな井上さん。あ、でもそれ食っていいんだよ。バレてる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 。もう井上さん。バレ？ワンパ。なんだよそれ。おうまい。やばい。ガラ。なんだよそれ。なんだよそりゃ。こい。やべ。しかし、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 あっさりラブじゃないか今。お前、よく投げたな。下段でしょこ。ラブね、ラブね。うま。でねえマジか。よく立つなマジで。あれ見えるっすか、社外性者、社外配信。まあ意識してれば見えなくはないと思います。あとはまだセイソルがやっぱゲージを 50% 持ってる時に振られることが多いので。やばい、井上さんリーチ。振りたくなっちゃうみたいな。まさかね。なんで俺が負けた。まさかな。あ、やべやべやべ。あ、もう一回。勝利権。バレバレだったのに。いやー、攻撃しちゃった。リーチ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 。やばい、こいつ早めにしないよ。いやー、いいバックスで。やるね。ああ、こう。やばいな、これ。おっとっと。おいしい。さあ、1で勝った。くそ、やっぱ、カズノコ強えんだなぁ。いやー、うまいですよ、やっぱ。おい、砂場なんて出てて。奥さん。あ、いやいやいや、めちゃめちゃ。あーあーれーあれってなんで。ああ、毒った。あ、ちょっとダウン攻撃だよ、あれ。あれ体力1だ。面白いじゃんけ。あおお勝利を呼び強い。あ、見ました今。大丈夫、何も見てません。死んでないと思ったから。まあ熱帯で6杯打つよりいいよね。いや、あれ間違いない。あれせっかく来たさ、ノーディスさんに失礼だよ。うまっ。バレてるよ、見てから。やっぱりクマスとしててからはやばいな。バレてるよって言ったら何だろう。やべやべ。うお勝利券ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、いいダッシュ。タチケイが早いんでしたっけ、確か。セーソルってタチケイ早いですね。3フレだったっけ。めっちゃ早いですよね、確かに。
うーまっ、うわっ、うわっ、さすがに、あー、弁当が出た、ハンマー頼めてよ。あー、お腹空いてきたかもな。やべ、お腹空いてこねえ、やべ、減る、お腹空いてきた、空いてこねえのかよ、腹飲めてよ。お、やべ、お腹いっぱいかも。よくガードしたよ、まだまだ、まだ、残ってる。あー、くらって、あー、カウンター、うわー、カウンターしてた、今の悔しいな。今 S 食らってたのにね。はい、そういうわけで決まりましたね。井上さんに飯をおごりたくなる。いやー、井上さん強かったわ。横浜まで来て飯をおごっていくっていうね。すごいおごりたい気分だ。いや気分になってる。すごいおごりたい。面白いね、ニューティーヒア。セイソルが面白いな。セイソル面白い。いやでも面白かったよ、普通に見てて。やっぱ井上さん強いな。セイソル面白いな、やっぱり。セイソルなら死体殴りされないじゃん。いや、されねえよ、お前、製造されたらもう1個もゲートいかんねえよ。その辺もいかん。こんな感じですかね。まあ、というわけで。じゃあ、ちょっと、今回ね、一段落したんですけども、はい、ちょっと、告知が、ん？何ですか？何でしょう？いや、休憩する前に。いや、それは読まない、また、何て書いてあるの？とりあえず、これして。